はい、じゃあ今週も始まりましたゆいどぅ宝のわー。皆さん今日なんかちょっと変じゃないですかこれ。ね、なんかすごい YouTube みたいですね。 YouTube みたいになってますね。今日はですね、なんと来週、再来週、直美さんがですよ、はい、ちょっとお忙しくてね。そうなんですよね。僕が一人でやるのも皆さんに失礼かなと思って。とんでもない。ということで、はい、今日はちょっと新都心の方にあるとあるスタジオからお送りしています。はい。めっちゃ晴れてるじゃん今日。そう、もうすごい暑いですよ ね。今日のこの収録の日がすごく最高気温が22度なんですけど、体感としてはもう27度ぐらい、うん、暑いよね。いってるんじゃないかと思うほど暑いですね。もうすっごく気持ちのいい天気、そうね、今日は日差しがとっても本当に日差しがすごくて、でほら直美さんもキラキラ光ってるんだよね。ほら色白美人よ本当に。いいですね。ちょっと違う感じでね。ちょっと光がこう ね、外光が入ってきますね。ね、こうだとやっぱそれぐらい日差しが強い日です、うん、今日は。ここのとこ 2,3 日ちょっと冷え込んでたんじゃない？そうなんですよ、ね、ちょっと冷えて、で今日の今収録日なんですけど、うん、まあ明日までは少し暖かいですね、はい、でまた木曜日からちょっと寒くなる。あ、そうなんだ。なのでこの放送の日はちょっと、もしかしたらひんやりしてるかもしれないですね。最高気温が19度ぐらいになってそうな感じですよね、はい、うん、そっか。本当に三寒四温ですよね、はい、もうね、3回寒くなって4回暖かくなって春がやってくるって言って、はい、なんか海外のことわざで、うん、春のことわざで3月はライオンが生えてきて、うん、で、終わり頃に子羊になって去っていくっていう、そういうことわざがあって、これどういう意味？なんかライオンのように3月のお天気は悪天候にも思われながら、ちょっと激しいこのもう本当に荒いような天気になってしまうっていう、初め頃はですよ。でこの終わり頃になると子羊のように去っていくっていう、いい、ね、そういうこの春のなんかこう全然わかんないお天気っていうんですか、はいはい、ね、コロコロ変わるお天気を表してる。3月ってやっぱり暖かかったり寒かったりするよね、うん、そうしますよね。で大雨降ったりとかすごい、ね、はい、寒気がうわっと流れ込んできたりとか、前線も動くので、はい、なので多分このオンエアの日は前線がちょっと降りてきて本州は雨が降るのかなって感じですよね。そうなんだ、はい、もう今日見てたらもう完全に夏がやってくるのかなっていうぐらいだけどね。本当ですよね。うん、だからせやさんも忙しそうですね。おお、だからね、はい、だからもう僕はこのね、ゆいどぅ宝の輪、はい、きっかけとなったゆい515、ゆい515のこのおじいちゃんおばあちゃんね、なぜ復帰をしたか、ドキュメンタリー映画を撮ってます。で、まあ、コロナ禍でやっぱりお年寄りの撮影となるとなかなか気を使っていろいろできなかったりとか、予定通りのものが進まなかったんですが、約1年遅れましたがもう大詰めに来ています。はいはいはい、直美さんにもね、はい、ナレーションは協力していただいて。あ、そうなんですね、はい、もうね、どういう感じで仕上がってるのかすごい楽しみですね、はい、もうですか、家島にも撮影にまた。そうです、そうです、家島も行ってきて、はいはい、おじいちゃん、はい、でおじいちゃんの子供たち、はい、で子供たちといってももう60代ですけどね、はい、でそこに、まあ、孫がいて、はい、ひ孫がいてという、はい、この4世代を撮影して最後に、はい、終わってきましたね。ああ、うん、もう楽しみですよね、はい、これも入れてまた今日じゃ映画の話とか、はい、いろいろやりながら進めていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日もゆいどぅ宝のわ、初めて行きましょうか。はい、初めて行きましょう。はい、ちょっとこちらに、ね、はい、直美さん、スタジオじゃないから、ほらほらほら、ね、ちょっと、はい、準備しておきましょうね。じゃあ、もう一回行きますよ。そうですね、はい、じゃあ行きますよ。あ、ちょっと待ってね、まだ出てこないですね、ちょっと、はい、ちょっと探しますね。提供お願いします。そうですね、でも本当に多くの皆さんにね、手ご提供いただいて、うん、はい、ありがたいですね。本当。で皆さんにバーソ会も行ってますか？バーソ会ね、ケイが行ってるから大丈夫です。あ、ケイさん、ケイが行ってる。そうそうそう。小学生のバーなんですよね。先輩です、先輩。あ、ソ会は、はい。そうなんですね、はい。すごいいいところだよっていうことをね、はい、話してましたね。でなんか
東京の山田くんっていう方はどういう、はい、山田くんってどういう意味ですかっていうコメントが前に来たんですけど、あ、東京の山田くんは東京から僕らを応援してくれている山田くんですよ、うん、那覇市出身の山田くん今東京で活躍中なんですけど、はい、でスポンサー入ってくれてる、そう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 、ありがたいですね、はい、ということで出てきました。さあ今日は始めていきましょうか。ゆうどぅ宝のは、この番組はゆうどぅ宝、つながりこそ宝を合言葉に、日本そして世界のうちのうち、沖縄を愛する全ての人たちとつながって明るい未来を作ります。明るく楽しく真剣に、今週はよろしくお願いします。この番組はパイカジ銀座8丁目店、ココア沖縄、東京の山田くん、宮里工業株式会社、天神技研、ノレンズテロ、チームザヤス、お稲荷庵那覇店、バー栄の提供でお送りします。じゃあ今週も始まりましたが、ゆうどぅ宝のは、はい、初めての試みだね。ですね、初めて、そうですね。ちょっと気持ちないね。そうですね、気持ちないですね。僕はいつも人にこれをさせる側で、ナーマいつもやる側だけどね。なるほど。ね、あ、確かにあの撮影とかだと、ね、そうですよね。そうね、ナーマを撮れる側だからね。なるほどんじゃない？いやなんか YouTube チックなの慣れてないですね。YouTube の方があれですね、多分。本当に、なんかこう素で。ね、みんなラーメン食べてたりね、はい、ラーメン食べていいんですか？なんかこう素な感じなんですね、どうですかね。先週もありがとうございました。本当にどうでしたっけ先週ラジオは。もうまなみちゃんといつも、ね、はい、もう、はい、させてもらっていて、まなみちゃんがね、はい、いるを助けてくれるからもう助かってます。そうそう、ね、本当に、はい、本当にね、でまあもう復帰5月15日からもうすぐ、はい、まあ、1年というかもう10ヶ月経ってきたんですけど、はい、そうですね、僕たちもいろいろ進んできまして、5月には、また少し縮小するかもしれませんが、子どもたちに対していろんなイベントを考えてたりとか、あと映画も今もう仕上がってきてますので、映画の上映会とかを考えて、はい、動いてます。今日もまた夕方から実は理事会がありまして、はい、そこでいろいろと、まあ、決まっていくんですけどね、はい、なるほど、はい、イベントのね、なんか3月にもイベントがね、はい、あるっていう、あ、そうそうそう、はい、3月の12日は国際通りの方で、ゆうどぅ1号が主催ではないんですけど、はい、メタロポリスさんっていう会社の、はいはい、メタバースって聞いたことある？あ、聞いたことありますね。メタバース、はい、要するにまあ仮想現実みたいなので、まあ、ゲームとか、はい、今の子供たちがほらやるゲームって、はい、いろんなところから同じゲームをしてる場所に人が入ってきて、はい、一緒に楽しんでるとか、はい、ある、あ、なんかそんなのがあって、はいはい、あ、なんかそうですよね、そうそう、携帯もそうですけど、こう全然知らない人と、そうそうそう、遊んでいくんですよね。そう、そういうこう仮想現実というかそういう場所に、はい、こう新しいこう街みたいなのがあったりとか、ゲームみたいな感覚なんですけど、はい、そこで本当に会話ができたり、買い物ができたり、いろんなことができるようになるんですよ。へえ、見たことないですよ。でも、メタバース。なんと、でもニュースとかでしかないですね。なんかこうどこに買い物したり、うん、遊んだり、お寺に行ったりとか、ね、なんかそういうのができて、遊ぼうとかってこうやってやるわけですよね。今まではこのインターネットの世界っていうのが Web2.0 って言われてて、なんかこちらからのこう発信する、例えばナオミがホームページを作りました、そうするとナオミのホームページが発信されてる、だから見る側は見るだけだったよね、こっちが作ったもの、まるでパンフレットとかそういう本みたいにね、で物を売るにしてもこんなのありますどうですかっていうのがあって、欲しい人がポチポチ買っていく、今までもそんな感じでしょ。なるほど。これがまた新しい時代になっていくと、はい、双方向感がすごくもっと上がってくるわけよね。あ、要するに本当にずっといられるわけではないけど、ナオミの分身みたいな、はい、アバターみたいなのがいる、あ、はいはい、それが本当に例えばナオミのホームページの中にアバターがいて、はいはい、そのアバターに話しかけると、はいはい、基本的には聞いてくれたことに答えることができるとか、そういうことがあったり、で実際のナオミが本当に時間を決めて、はい、24時間いることはできないけど、
何日の何時から何時に直美いますとか言ったら、はい、直美が本当にそこに参加しててリアルに会話できたり、すごいよね。でそうなってくると、今度はほら今の技術で AI とかあるじゃない。 ありますね、はい、AI とかいろんなのを駆使していくと、はい、これもっともっと勉強して、はい、直美がこんな時にこう返すとかって分かると怖いけどちょっと、はいはいはい、中に直美の、はい、AI 直美が出来上がってくるっていうこともできるわけよ。すごいすごいね。あ、なるほど。ちょっとちょっとだけ怖い話をすると、ちょっと怖いよね。なんか、はい、だけど最近のあれ見たことある、あのドコモの CM だよね、はい、あの綾瀬はるかさん、あ、はいはい、指にリングつけて、はい、子供を触った感触を、はい、このリングが覚えてて、はい、大人になってこのリングをつけると、はい、子供を触った抱っこした感覚がそのままここに残ってるって、CM 見たことない？ あるのかな。そんな CM してるよ、はい、これもちょっとなんかちょっと怖い、怖いよね、ちょっと怖いと思った、うん、俺もちょっと怖いと思ったけどまあこれをうまい具合にいいように未来の人たちが使っていくんだろうね、まあ、僕らも使えるかなと思うんだけど。確かに。だからこの今までのホームページとかと違って双方向、相手とコミュニケーションを取りながらインターネットの中でいろんなことができるっていう時代がやってくる。へえ。だから、はい、あのビジネスも成り立つわけよね。ただの売り買いじゃないよ、交渉ごとも成り立つ。そう、聞けるし。そうですよね、うん、これはじゃリアルに会わなくてもできるってことなんですよね。そうで、すごい技術を使うと、いろんな技術を使うと、アメリカからアメリカ人が入ってきました、はい、イギリスからイギリス人、フランス人、インド人、中国人、ロシア人、日本人、みんな入った時に、その中で日本語で会話して、英語で会話して、フランス語で会話して、ロシア語で会話してるけど通じてるっていうことできるよね。なるほど。ボーダレスよね。全部もうあの通訳も全部つけてやってるので、そう、すごいんじゃない？ね、そんな時代が、そうそう、そんな時代がもう来てるわけよ。すごいよね。ね、これがまあメタバースの世界。そうそうそう。いろいろゲームを楽しんだり、いろんなことができるわけ。今ね、大手のこの電話会社とかいろんなところがこうメタバース入ってきてるけど。まあ、その中ではこうくじ引きが引けたりとか、まあ、普通にゲームとして楽しい、 あと情報があって取りに行くっていうのもあるけど、もっともっと進化すると本当に双方向のやり取りが、今未来の子どもたちはだからそういうことを駆使して、僕らだとリアルに現場に行かないとできなかったことができるような時代がやってくる。でも今こうして、うん、あのラジオもこんな風に収録してとかっていう、ね、時代ってことですよね。そうそう、ね、昔はもう顔も見えないっていう、そうだよね、音だけっていう、ね、音だけね。うん、でもやっぱりすごいですね、うん、このアバターもそうですけど、よくこう出てくるじゃないですか、自分のアバター作ろうとかって言って、うんうんうん、なんかこう目はこれぐらいで髪はとかそう、ね、うん、似てるよね。似てますなんとなくね、ちょっと可愛くしてみたいとかするんですけど、うん、なんかもうね、世界は変わっていくんだろうなと思いますし、なんかやっぱりロボット友達みたいのもね、だからね、いずれ普通になってきたらどうしようって思いますもんね、うん、うまく何かバランス取れていったらいいけどね。なんか確かに僕は少しすごく世の中が進んでいくのは便利だしすごくいいなと思っているんだけども、ちょっと何かあの不安じゃないけどちょっとだけ怖いなというのも確かにありはするよね。そうですね、うん、本当変わってきますね。なんでどんどんこういう未来の世界、まだちょっとまだね、なんか、うん、いやでもなん
見てみたい気もしますよね、うん、いろんな時代生きてきて昭和 あのテレビがまだね、確かにね、ブラックだった頃から私たち生きてるんですか、ね、変わりました、ね、で電話もあの黒電話も見たことあるし、ね、そうおばあちゃんのねあの生活の中で見たことあるし、それがだんだんねキッポケットベルになって、そうだね、記号になって、あとはもう、ね、携帯もすごい大きかったじゃないですか、こう、ね、大きいね、持ってたね、持ってたね、もう誰金持ちか持ってなかったみたいな感じですよ ね、あっちのおうちの車に電話ついてるよみたいな、みたいな、ね、あそうそう、車にガッチャって、ね、ガッチャってなってるね、ありましたね。私もラジオカーとかさせてもらってたので、うん、ラジオカーやってた時にこの一台持ってってくださいって言って、はい、このこうやって持って、はい、歩いてましたね。でそれをなんかあのドライバーの方が、はい、持ってて、そうなんか誰かに電話してたの覚えてますね。誰だったんでしょうね。あの頃また電話賃も高いんだよね。そうだったそうだったですよ。とあの携帯電話が出始めの頃も、はい、10秒6円とか、だから、そうだよね、だから1分で36円とか、ね、3分かけたら100円とか、そんな時代よね。あ、そっか、そうですね。高いよ、高いよ。高すぎて、うん、解説なんかもね。懐かしいな、そういう時代だったね。ありましたよね。ラーメンはラジオ、ラジオカーをさせてもらってました。いつ22とかですかね。22とか。はい。もうね、最初の頃ですね。そっか、あの頃一応携帯電話ありはするけど、やっぱりあれだったのかな、まだ大きい電話が。まだ大きい電話で、いろいろ確認したりとか。そっかそっか。そうですね。あの時は大きいのから、だんだんこうちっちゃくなってきてから、系になってとかっていう。多分今の au かな、 KDDI か何かが携帯電話出してたんだけど、はい、うちな本当、はい、琉球くんなんかこんな2種類あって、ああ名前もそんな感じだったよ、電話。ああそうだったんですか。懐かしいよね。あうちな本、なんかあんな感じだった、あんな感じだった、そうそう名前が。僕なんかも普段は携帯電話なんか持ってないんだけど、はい、釣りに行く時に、はい、ケラバとかで、はい、離れ小岩っていうか、なんかちょっと岩だけだけど離れ島みたいなのがあって、そういうところで釣りするときに持たされたことがある、ね、無線機と携帯電話。あ、なるほど。無線機ってでもあれですよね、今後っていうか、なんだろう、違うところとつながったりとか、で、でもあの頃はさ、やっぱり危険があったりとか何かあったら連絡取らないといけないから、この磯場っていうんだけど、磯場に渡してくれる船頭さん、はい、船とつながる無線機を持たされたね、はい、ああいう島に乗るときに、そうそうそう、懐かしいな、懐かしい。すごい時代を生きてるね。なのでやっぱりこのこれから この AI とかロボットとか見てみたいなと、どうなっていくんだろうって思いますよね。だんだんなんかね、こうカフェとか行ってもお相手する相手がいるなんか出てきそうじゃないですか。本当だね。なんかね、 AI がなんかキャバクラとかも AI になってキャバクラ、ね、あれ電子だから思ったけどさ、ね、ありそうじゃないですか。アメリカです、うん、映像で見たことある 3D プリンターで食べ物ができるわけよ、はい、あピザみたいな、ピザとかさ、で、はい、これ普通にピザ生地じゃないけど、ピザ味なのかな、あ、はいはい、なんか出来上がって、はいはい、これを焼いたのかな、何か、まあ、ピザなんだよ。あで、そうなると、はいはい、今の話じゃないけど、はい、怖い、将来さ、キャバクラに、ね、行くと行って、俺が行くとしたら、はい、なんかリアルですか、あなんかそれとも VR ですかみたいな、AR ですかって聞かれて、はい、お金のない人は、はい、リアルじゃない方に出され行かれされそうだよね。お金ある人はリアルで、あなんかどうチョイスできるじゃないけど、なんかオプショナルみたいな、レストランもそうだった、怖いね。ねえ、いらっしゃいませ、ね、うんうん、リアルですか、それともなんかあのあ AI で AI ですかみたいなね。あ、なんかありリアルだったら本物のお肉とお魚と野菜食べてて、リアルじゃないところカチャってつけてね、あ つけてこっちには 3D プリンターから出てきたら食べてるとか、3D プリンター栄養価はバッチリよみたいなね怖いね。あ確かに、あそっか、そういうのが出てくるわけですね。そう
へー、面白いですね。そんなこともありえないわけですよね。だって、ね、今もほら、うん、あのレストラン行ってもロボットが運んできてくれたり、そうだね、あともう大体もうパ、ね、携帯で注文したり、うん、もうね、あの iPad で、昔からさ、ロボットが運んでくる蕎麦屋とかあったんじゃない？スペースシャトルが運んでくる、裏添えだったでしょ。ありました、ね、裏添えのパイプラインにさ、え、里屋だったら、なんか蕎麦屋があって、里屋っていう蕎麦屋、あ、なんかあった気がします。2階で食べたらスペースシャトルが運んできよってよ、2階にグーって、ポンポンポンと、なんか覚えてるよ、なんか覚えてるじゃない、俺この蕎麦屋に行ったら嬉しかったよ、なんかガチャガチャガチャって言って、で自分で食べて自分で撮るみたいな。そう、今の今のあのロボットとは全く違うけど、 あったよね。なんかそういうのね、里屋、あ、なんか名前、里屋、覚え、なんか覚えてる人がいたね、調べたら、調べて出てくるんですよ、裏線に里屋ってあったよ。ありましたよ。最近ちょうど親父とこの話して、はい、子供たちとそういろんな話してたから、はい、何言ってるの、昔からあったよ、スペースシャトルがそば運んできるって、どこよみたいな話になって。あ、なんか1階から上に上がってきた。そう、上がってきよった、上がってきよった、里屋、あったよ、あったよ。で、自動で撮ってくる、自分で撮ってくる、自分撮ったのかな、どうなってか分からんけど、とりあえずあったね、そういうのもね。今考えたらすごい、すごいね。あ、じゃあもうあったかもしれないですね。で、裏それでさ、あったあった、ね、でも本当に時代は変わったね。そうですね、変わりましたね、本当ね、本当に変わった、本当に変わった、すごい。だってまだ僕らが小さい、本当にでも幼稚園行くまでの話だけど、白黒テレビもあったよね、どっかに。あ、わかんない。本当？チャンネルもカチャ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 って押すのと、カチャ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 って回すのと。最初回すのじゃないですか。最初回すので、ボタンが出てきて、ね、あ、ボタンだみたいな。なんか最新持ってる。俺が親戚のお家に、リモコン付きのテレビが来たぜだけど、はい、テレビとリモコン線で繋がってたし、あー、なるほどなるほど、そうそうそう、テレビとリモコンが線で、そうそうそう、なるほどですね。テレビ消したらね、カチャって消したらね、ヒューってなってますし、あ、なった気がしますね。で、ね、でなんかあの壊れたらバーンと叩けば直ったみたいなね、ありましたよね。だからこの地デジに変わった時にオンにしたら結構ちょっと時間かかるじゃないですか。1秒2秒ぐらい、ね、あれが最初にやってした。ああ、そっかそっかそっか、なんかアナログの時そうじゃなかったんですか。そうだね、そうだね、ブラウン管の時はそうじゃなかったですよね。つけたらパッて、懐かしいな、ブラウン管。今チリチリはパッてつけて2秒ぐらい、1、2って、ね、テレビもだから画面も4対3ってなんかちょっと四角っぽいね。そうそう、あの時代は細く映ってたんですよ。本当にどうせ細かったでしょ。時代またがってるんですけど、うん、あの時はだって4対3で4、2、3なので、そう、ちょっとキュッ、ね、そう、キュッってなんかなってて、うん、ちょっと縦長みたいな。だけど今ワイドでも押しつぶされてるので、ね、もう横ですよね、ダ、ね、ーンみたいな。本当だな、すごいな、全ての、全てのルールだってさ、うん、はい、デジタル化してテレビ番組 の、うん、この作った番組の納品しても、うん、ラウドネスってこの音のレベルの出し方とか、うん、ああいうのも、はい、リアルタイムだったらもうめっちゃ今なんかもう早いもんね。そう、さっさと計算して、はい、すごいよね。あ、そっか、そう、いろいろと、ね、そう、大変でした。そう、前はもうリアルタイムでやって、この平均値みたいなのを見たりとかしたけど、今はもう計算してすぐパッて出るから。だからこの怖いけどデジタルだから、いらない音を全部消していったりできるから、声を出せるこの何て言うのかな、幅がでかくなって、 CM とかその辺削りまくるとか、 CM の音大きすぎるよね。そうなんですよ、そうなんです、なんでですか。番組はだから細かく、番組の中の雑音消すじゃないけど、そういう聞こえてね、デジタルだから、はいはい、数値としてものを消すから使える分が上がるのよね。あ、なるほど、そうそうそう、そういう細かいことやっていくと、やっていくと CM の音大きくなる。だから CM そんな単純なことじゃないけど、でもそんな感じよ。あ、ですか。そうそうそう、だからこう CM 見てると、あ、うるさいなって若干思いますもんね、うん、そう、例えばこう、うん、
僕ら今 ロケじゃないけど収録してたら、ちょっとした換気扇の音とか雑音とか、あ、そうそうそう、そういうのまた選んで消せたりするんだよね。怖いよね。ですね。何でもできるからもう。何でもできちゃいますね。あ、そうかそうか、消したり、あのね、一緒にいる人を消したり。そうそう、いろんなことができるし。時代は変わったね。今人の顔にモザイクかかってるよね。うん、そうでね、昔はね、そんなのなかったしね。なかったですし、あと昔やっぱり撮っちゃダメっていうのがあんまりなかったのか、ね、国際通りでても誰でも撮ってましたし、そうそうそう、で私もなんか短大以外の頃に映ってた覚えが、うん、ニュースにアップで映ってたよとか、とか言って、でも今は多分ダメですよね。もうこういうね、通りがかりの人とか、あの映っちゃダメな人とか、うん、もういらっしゃるかもしれないので、ね、本当ね、プライバシーに関わってくるので、ね、人がいないところ、いないところ、いないところとかね、大変だね、本当にね、ちょっと大変だ、撮影の分には大変だね、確かに確かに、中にはね、いろいろ変わったね、なんか、はい、今回は、まあ、テーマとして、はい、僕らちょうど復帰50周年、はい、まあ、ゆいごいちご復帰 50年、まあ、はい、50年前からどう変わってきたかみたいな、ちょっと深掘りしてるね。あ、ね、そうですね。いいんじゃない、いいんじゃない。いいですね。ね、その、これが変わってきたことで何が変わったのか。で、今の子供たちに知らない人もいるからさ、はい、それも伝えていきたいよね。さっきからテレビの話、そうですよね、一つにしてもブラウン管だったし。わからないですもんね。形が違かったんだよね、テレビで。そうなんです。形がまずね、あの4対3、さてよ、どっちを。でかいよね。薄くないでしょ。あのなんだろう、ね、深さというか、なんだろうね、あれやるんだろう、ね、奥行きがあったんだよね、奥行きがあって、うん、でもずっと重たいっていうね、重たいね、重たかったですね、でかいね、本当にね、ね、本当そうですね、ある意味ね、画面はそうでもないですけど、この奥行きがあって、ね、この中にもう溜まってる、なんかこう詰まってるこの、ね、機械で、機械が、ね、重くてね、本当持ち上げられなかったんですよね、なんか周りがほら今じゃ考えられないけど、周りがウッド木で囲われたテレビとかあったもんね、光景とかあるよ、なんかちょいいお家とかに行ったらなんか分からないけど、周りが木目調とかなんかそんなのも、昔はこのリビングというか応接場的なところが木目調のが多かったから、多分そうだったかのかなと思うし、あ、確かにそうですね、なんか今はテレビがフラットでかいから、うん、テレビ台とか下、下が下の台だけど、横長の、昔は分かる、はい、周りに囲われて真ん中にテレビ置くスペースがあってるね、あ、サイドボードありました、そう、隣テレビの隣開けたらこっちに飾り物入ってたり、あ、お酒入ってたりとか、あ、なるほど、なんか分かる、真ん中だけが、そう、真ん中テレビ置く場所ね、そう、なんかちょっとこういう感じで、そう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 、うちの親父の実家は今でもサイドボードだから、うん、あ、テレビだから、ちっちゃいテレビしか入らないわけよ、だからリビングのテレビは小さいのにキッチンのテレビはでかいという、なるほどなるほど、変な状態になってる、あ、そうなんです、確かに、ね、そうだし音楽も変わったね、だってレコードとカセットテープでしょ、そうそうそう、そうなんですよ、この前もなんかこの昭和レトロな、あのお蕎麦屋さんに取材に行った時に、うん、もう私よりみんな年下のスタッフさんなので、はい、レコードがあったんですよ。DJ、はいはい、お店にあった、はい、こういうボタンを押したら音楽が流れるっていうな。ジュークボックス。ジュークボックス。はいはいはい、ジュークボックスにレコードついててこうか。おお、はい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 、上から回ってこうヒューッと降りてきて、で針が降りて、うん、さーって回るっていうのがあって、はいはいはい、ジュークボックスがもうみんな。何これすごいとか言ってかっこいいとか言ってさ誰が飲みが、いやいや、みんな見たがね、はいはい、見たことないでしょ、はい、初めて見ましたみたいな、嘘、待って、レコーダー見たことないでしょ、いやレコードもあんまり見たことないです、レコードもなんでこれで音が鳴るんですかみたいな、ね、針で鳴る、針でね、溝が掘られてるんだよって、そう、俺もうちのスタッフにさ、うん、若い子に、うん、知ってるか、レコードって A 面と B 面ってあって裏表聴けるんだぜ、そうですよ、ね、そうで、カセットテープも A 面と B 面ってあったんだよって話をして、あれなかなか溶けないけどチョコレートできてるからあんまり熱いところに置いたらダメだよって言ったら信じてるわけ、あ、なるほど
まさかそうそうそう信じてるわけよ、難しいよね。でもレコードすごいよね。ああ、でも確かにそうですね。レコードとか、あのカセットテープってアナログさね。あ、はい、アナログはなんていうかな、基本的にだから人間の耳に聞こえてない音まで全部取ってしまってるから、そう。デジタルっていうのはこうこっからここまでみたいな感じの取り方してるもんだから、デジタルでしてるから、ね。あ、デジタル。そら実はアナログの音ってめっちゃ味わい深いよ。最近だからレコード聞いたんでしょ。あ、聞きました。あんまり新規聞かなかった。あ、マジや。もう撮影だったんで。いやいや、でもさ、去年って聞かないと分からないかもしれないけど、これで俺カセットテープ聞いたわけ。レコードから入れたよっていうカセットテープは。なんていういい音だっていう。なんかこうびっくりするよ。ちょ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 って巻き戻しするとき。なんかさ、そう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 。カセットテープ、カセットテープ分からない人たちも多いはずよね、今はね。多いですよね。どうやって入れるんですかみたいな。でも、また何年か前、コロナ前ぐらいから、ニューヨークとか、なんかちょっとおしゃれな若者がカセットテープまた買い出して、またカセットテープって売られ始めてるんですよ。へえ、うん。で、やっぱりレコードから、ないものねだりかもしれないけど、レコードからカセットに入れて、それを聞くとか、ラジカセで聞くとか。なんかまあ、いいよ。あ、でもいいですね。味が音がいいわけさ、本当にいいよ。明らかにいい、分かるよ。ちょっと今日家に帰ってカセット探してみるか。カセット探して、カセットもしあったら、僕は家にデッキ持ってるわけさ、俺。あ、でもデッキ全部あのカセット CD、あのポンポンみたいな、なんかそういうありますあります。かろうじてラジオがついて、はい、全部、すごいすごい、ついてるやつはあるんですけど触ってないですね。カセットはだから誰かレコード持ってる人からカセットに録音してもらいたいよね。ああ、なるほど、そうですね。すごい、めっちゃ音いいよ、びっくりする。びっくりする。テープもね、あれなんかカバンに入れてたら。そのテープが伸びて、あれ鉛筆で、鉛筆でくるくる回って指とかで、指で回るって、そのテープがピュッて曲がったりとかした、ここ大丈夫かなみたいな。テープもまたなんかいろんな種類があったら分かるの、あの立場。ノーマルとかノーマルテープとか、一番いいのはメタルテープとか。あ、なんか高いやつとか。そう、高いやつがあったわけよ。で、あとだんだん薄いのも出てきたりして、薄いのカセットのなんかこのサイズが、それはないじゃない。あれは MD じゃん、 MD 作った今。カセットが最初から最後まで一緒だよ。あ、そう、あ、分かった、あのケースがでしょ。そうそう、ケース薄くなった ね、ケース薄くなった、ケースがちょっと薄くなって、なんかちょっとかっこいい感じに、うん、ケース薄くなった、薄くなった、ね、薄くなったよね、しましたよね。そうそうそう、懐かしい、忘れてるね。そうですね、 MD も、うん、小さいミニデスクがあったじゃないですか。そうそうそう、私あの時にカナダ留学してたので、うん、MD をミニデスク持って行って、うん、向こうでカチャッて音楽聴くようにしたり、うん、持ってこう、はい、なんかウォークマンみたいな、自転車乗って学校行ったりとかしてたんですけど、そしたらもう現地の人たちはみんな、なんでこれって言って。あ、そっか、あの時ソニーだからね、うん、もう全然 MD っていうのが見た、ね、見たことなくて、そうそう、なんかこのちっちゃいのって言って、何持ってるのみたいな。へえ。音楽、へえ、音楽とか言って、なんか早いね、日本はとか言われて、でそのくらいにカナダち、うん、あのカメラも、うん、映るんですとか？映るんですじゃないですか。デジカメ？デジカメがやっと売り出されて、でも高くて、はいはい、あんまり買えないっていうのがだったんだね、時代的に。で、あ、デジカメ持ってるよって。すごい早いみたいな、やっぱりジャパンは早いみたいな、ね、あの頃の日本の家電メーカーすごかったよね、世界征服してたもんね、うん、ソニーとかね。そうですよね、だって CD がない時に、うん、だってカセットもウォークマンが世界制覇してたし、うん、MD だってそうでしょ。でその後 CD が出たから CD まで一応ウォークマンギリギリだったよね、こんな小さいのね、CD とのすごい大きさで、すごいな、ね。でその後に、うん、あのあれだね、スティーブ・ジョブズが出てきて、アップルが、ね、iTunes やってね、音楽は MP3 でデータで聴こうみたいなのが今に繋がってるんだよね。確かに、なるほど。多分今聴いてる人たち、うん、カープボーイさんとかは絶対みんな分かってると思うんですけど、分かってるかな。昔ね、音楽ってほら、あの、うん、すごい
お金かかるものだったじゃない。例えばレコード CD、はい、レコードもレンタルしないと聞けないし、はい、CD もレンタルしないと聞けないし、はい、今みたいにね、あのサブスクで、あの Amazon で聞けるとか Apple で聞けるとかもなかったから、はい、誰かから持ってるテープ映してもらったりとか、はい、いろいろやったじゃない。やってるのか。カセットテープ貸してって言ってね、はいはいはい、誰かが作ったよって言ったらみんなダビングしてね、そうそう、ダビング、ね、一緒に押したりとかしてました。そうそう、やってましたね。そうそうそう、やってましたね。で、なんかザ・ベストとか、そういうベスト10の音楽をカセットコロナ、カセットコロナじゃない、カセット持ってテレビの前に置いてみんなシーって言って、曲が終わるまで持って、で、誰かあーって閉めてシって帰ってでもガチャンまで入ってる。やったよね。やった懐かしい懐かしい。やりましたね。やったよね。カセットテープあったら聞きたいな。ね、だからよ、テープ探してみたいやつ。ねえですね。じゃあ、まあテープまで来たんで、何かテープといえば音楽を一曲かけたいなと思いますが、ね、どうですか？昔のなんか何がいいですか？何かね、あの頃の。はい、あの頃の大好きだった曲はカセットテープで聴いてたやつだよ。カセットテープで聴いてたやつ。何があるかな。何があるかな。アイドルですよ。アイドル。ちゃん、秋奈ちゃんとかでした。ああ、なるほどね。何聴いてたからカセットで。今3月、今日は3日、うん、になるんですよね、放送が。なので。まあ、卒業、この前も卒業がありましたけど、卒業でもいいかも。1日がね、ユーミンとか聞いてたよ。あ、ユーミンとか、ね、おだか、なんか その辺を聞いてたね。中島さんとかも、ね、卒業。卒業といえばユーミン。ユーミンの卒業写真、ね、卒業写真。いいね。卒業だっけ？あれ？ユーミンの。これマナミちゃん任せようかな。そうだね。卒業写真のあの人はだよ。この曲お願いします。いいですか？じゃあユーミンの卒業写真。どうぞ。じゃあユーミンの卒業写真。はい、よかったですね、この歌ね。ほんとほんと。はい、なんかちょっと、ああ、卒業なんだってね。あの、斎藤由貴のね。ああ、そっか。卒業してもだけど、斎藤由貴、懐かしい。やりましたね、これも。これもいいですね。スケバンデカ。スケバンデカ。ね。斎藤由貴も可愛かったね。可愛かったですよね。よう思って。あ、だよね、スケバンデカ。斎藤由貴か。あ、そうですね。そう、斎藤由貴初代じゃない。あ、なるほどね。初代。あれからいろんな人続いてきてね。あれから変わっていったんですね。そうじゃない。あ、何人かいたよね、スケバンデカ。いや、懐かしいですよね。本当にね。でもそう考えると、今はほら、あの、子供の学芸会とか行っても、うん、あ、学芸会発表会か。あ、全然発表会って言いますけど、うん、なんかこう、昔ね、大きいカメラっていうか、なんかこう、カメラもでかくてとか感じでしたけども、うん、今はね、携帯だったり、ね、あともハンディもものすごいちっちゃかったりとか、ね、そうそうそう、ハンディもブレなかったり、ブレないブレないブレない、もう全然ブレない、ね、最近の iPhone の CM 見たでしょ、 iPhone14、 あ、もうブレないし、ブレない、誰が撮ってもブレないし、私もあの13に帰ってみたんですけど、うん、変わったところがあんま分かんないんですけど、あれ変わってやっぱりどんなの変わってる、あのもうあのプロ iPhone のプロってあるじゃない、はい、あの辺はもう結構どれぐらいかな、でかくなったやつからはカメラの機能はもうすごく良くなってるよね。もう画質とかそんなのはもうめっちゃ良くて、今度はもうブレがしないよとか、暗いところに強いよとか、もっとそういう進化を始めてる。真っ黒の中で撮ってもまあまあ明るく撮れたりとか、怖いよねもうね。あ、なるほど。そうそうそう。でもクリアに映っている。そう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 。感度が高いってわけさ、高い。そう。でも確かに前星だと思ってパッて撮ったら、うん、ポンポンってなんか映ってたので。すごい。そうかも。やっぱりそうなの。違うかもしれない。うんうん、ね、カメラもだいぶ変わってきたし、うん、まあさっきのカセットで言うと、はい、今ほら音楽なんてサブスクでみんな聞くわけで。で CD って言っても CD も売ってるけど、音楽一曲一曲ね買ってダウンロードして自分のものにしたり、そうだけど、あ、昔はレコードだったし、はい、その後からカセットテープもあったよね、はい、ちゃんと商品として覚えてるじゃん、ああ、ありました、ちゃんとあの曲名も書かれてね、確かに
で、あれがまた分かる、あの、適当にコピーしたやつが白黒の紙が入って売られてたりとか、はい、してたんじゃない？あ、なるほど、海賊版みたいな、あったよね、安くね、ありましたね、なんか違反なんですよね、そう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 、ありましたね、コピーだな、コピーだな、完全にコピーだなみたいなとかあったよね、ありましたね、難しいな、なんか本当すごい時代だな、本当そうですね、全部家電なんかもね、本当ね、今はね、扇風機もね、もう羽根のない扇風機もね、そうね、当たり前みたいな感じですもんね、そうだね、だいぶ変わってきたね、掃除機とかもね、掃除機もだいぶ変わってきた、掃除機、そうだね、あの、なんか、うん、今も一応ありはするんだよね、はい、なんか犬みたいに引っ張ってくるというか何かあって、あれ、ね、ありはします、ありはします、ありはします、昔ね、あってくる、そうね、ワンちゃんこう引っ張る、あ、そうですね、こう後ろにポロッとあって、で、あれずっとやってたら、母ちゃんが、せや、せん抜いてこっち持ってきなさいみたいな、もうせんが届かなくなってるわけよ。だから隣の部屋に持ってって、ガチャッとして、そうそうそう、ね、またやってね。またそこでやって、だから結構 重たかったりしてね。結構重たかったり。今もね、こう無人の、本当に ね、ルンバがいたりね。ルンバがいたり、だからルンバがやってくれるからって言って。もう軽いとかね、棒じゃないかみたいなのを掃除できたりね。掃除機も違うね、うん、違いますね、あの掃除機のさ、線があるとき、はい、分からない、掃除機やって出したら最後まで引っ張って、あ、分かります、プルルルルって戻ってきて、パーンって手になったわけよ、あれ、あとどこだろ、痛いよね、何気にすごい痛いっていうね、だからよ、デコパチみたいな、しゃべっちゃ勢いよく飛んでくるからね、したね、あったよね、あ、今はあるかと思うんですけど、テレビ、あ、そうね、掃除機もね、家電関係はね、あの洗濯機もね、分かれててね、脱水と二層式、二層式で、ここだらってこう、こうやってこう、ね、こっちに入れてね、こう右側に入れてて、こう、なんかこうね、脱水がボボボボって、変な、変なやり方してるね、ガタ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 ちゃんと均等に入れないと、ね、もうすごい左右に揺れまくって、ね、倒れないかなっていうぐらいのね、ね、ありましたね、終わったら全部絡まってるでしょ、そうそうそう、全部こう、あの、ね、三つ編みしたり、ね、髪の毛を、ね、すごいな、本当そうでしたね、洗濯機もそうだったよね、あ、そうか、今あんま絡まない、入れすぎたらちょっとなんかあれですけど、ね、ほとんど絡まないよね、本当ですね、すごいよ、やっぱりいろんな技術があるんだよ、昔絡まってるの一生懸命取ってますみたいな、ね、今みたいになんかピッピッピッじゃない、うん、あれもなんかタイマーになってなんかあっちゃってからね、あ、そう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 、何分とかね、そうそう、でブーッブーッとね、すごいいい時代生きてるの、俺たちなんか同じだね、なんか時代は変わっていくけど、その変わっていく様を見てい、ね、られたっていうのはなんか幸せかな、だからいいかもしれない、とってもいいかもしれない、あの、すごい世の中進んでるなと思うけど、今ね、本当にいろんなの見れたなって、そうですよね、なんかこうついていけないってこう悲観的に ならないで、うん、楽しいなって思った方がポジティブでいいかもしれないですよ ね、うん、ファックスとかもびっくりしたんじゃない、あ、今ファックスもなくなろうとしてるから、今私なんか仕事で、あ、ファックスでファックスって言ったんですよ、え、ファックス知らないのと思って、待って、嘘でしょ、冗談で、ファックスもなくなってきてる、えなくなるかも、そう、ファックスがもうファックス送る人がいない、そうそう、だってファックスってあの今だからファックス申し送ってパソコンとプリンターがつながってファックス送るんだけど、紙で送るんじゃなくてパソコンの中で使った書類を相手にデジタルでファックスしてるだけだから、届いたらまたパソコンにファックスが来てるから紙がいらないんだよね、出してもいいんだけど、そういつの間にかもそうなってきてるし、もともとファックスって感熱したってのを覚えてる、感熱して覚えてる、ロールみたいに入れてビリ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 って出てきてギリって破って必要な分、はい、必要な分感熱だったよ、今だからこそ A4 の紙がね、あんな大量に使うからプリンターが安いからあれ使ってるけど、もともとは感熱したってよ、へえ、そっか、そうでした、なんかそうロールねはめてピーって伸ばして入れて、うん、でそこからドタドタなので消えるんですよね、そう、時間が経ったら、時間が経ったら消えるわ、でテレビ番組でもファックスはこちらまでみたいなね、でテレビに来たらファックス呼んでたよね、呼んでましたね、
いやもうメールも終わって今ツイッターだからね。あそっか、そうですね。今もラジオ、まあ、昔ラジオやってた時も、ね、ファックス届きましたでガッチャって破って、ね、持ってきてましたよ、ね、そのファックスを一生懸命読むんですよ、ね、字がちょっとね個性的な人は読めないみたいななんかそういう時代がありましたね。今逆にもうメールとか、ね、もうねツイッターとかなので逆にちょっと漢字読めるかなって心配だったら、ね、ほんとね、お願いしますけどね。すごい時代だよね、ほんとに。そう、はがき、おはがきお待ちしてますみたいなのも ねだんだん今でもあのテレビやってて、うん、おはがき送ってくださる方、うん、2名とか1名、2名、3名いらっしゃるんですよ。嬉しいなと思って。はがきさ、はがきはなんか俺も最近、うんうん、はい、いいなと思って。味がやっぱりね、この間さじいちゃん、うちのじいちゃん、はい、ばあちゃんのちょうど7回忌が選手だったわけ、はいはい、じいちゃんばあちゃんこの近くで亡くなったんだろうと思ってであって、はい、その今まではそうあまり親戚しか集まらなかったからやっぱり最近コロナだし、はい、親戚しか集まってないけど、はい、あのちゃんとお礼状出そうぜって親父の話になって、はい、ちょっとハガキでじゃあちゃんと出そうよってなって、はい、久しぶりにハガキに文章とかみんなで考えたら、はい、いいなと思って、多分送ったら喜ぶんだ、はい、来週ぐらい。いいなと思いますね。はい、ね、そうですね。やっぱり、ね、やっぱりこうね、こう郵便のあの県のですね、あの50周年沖縄県50周年記念で郵政のこの語りみたいなので、うん、トークセッションみたいな司会をさせていただいたことがあって、その時にやっぱ言ってました。なんかこのね、やっぱり自筆っていうんですか、うん、もう自分で書いてハガキ送るっていう習慣がやっぱどん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 なくなってきていて、うん、やっぱ時代とともに変わっていってるっていうお話をされてたんですけど、はい、やっぱりああ本当そうだなっていうのと、やっぱりそう思ってくるとだんだんね郵便屋さんもねお仕事が、そうだね、まあ荷物を届けるっていう作業があるはずだからね、うん、まだいいけど、でもそうですよね、なかなかね、なかなかね、ちょっと難しい。だから時代変わっていって、もしかしたらねドローンに変わって、ね、そうだね、ドローンがね、ドローンを持っていくっていう日が、そうだね、今もねどこか、ね、国でやってますもんね、うん、そうそうそう、まあ、でも、うん、日本はちょっと人口がね減っていってるから、もうそうしないとまた足りないのか。だって今黒猫大和とか佐川さんも配達員が足りなくて困ってるからね。みたいですよね、忙しそう。忙しいよね、だいぶ、大変みたいよ。そうなんですね、もうたくさん抱えてて、これを何時前に届けなきゃいけないってあるらしいですもんね、うん、そうそうそう、給料めっちゃいいんだよ。そうなんです、すごくいいんだよ、しっかりとあるんだよ。やるかも。そうやる二人で本当ですよね、やるかも。本当なんだ、ヤマトの格好してるって言ってたら面白いね。なんで配達行きましたみたいなね。もういいね、だって今も宅配ボックスがあるので、あんまり家の中に、ね、入れないようにボックスに入れるだけだったらね。宅急便のお兄ちゃんたち元気よね、すごい走ってるしね、尊敬するよ。そうですね、忙しそう、忙しそうし走ってるしさ、わずみんなが見てるから小走りなのか会社がそうしようって言ってるかわかんないけど、あでもなんか急いでる感はありますよ ねゆっくりのんびりしてるところ、歩いてる人もあんまり見たことないかも。ないよね、うん、ああいうのをよく考えると、うんうん、昔から佐川とかあったのかな、郵便しかなかったんじゃない、昔いつ頃からなのかな、ちょっとねあったかもしれないけど、あまりよくね物が届くのも年に何回ぐらいだったもんね、はがきぐらいは来るね。確かにそうですね、だって買い物してさ物が届くっていうのもなかなかないんじゃない。本当です ね今だからだよ、今だからですよね、買い物もポチっても、はい、本当に、ね、これでピピピって言っちゃうできるからね、あまりにも簡単すぎて、うん、そう、もう請求書面の怖いですよね。本当怖いよねカード、いろんなの変わってきたね。カードなんか使ってる人ほとんどいなかったんですからね、まあ、現金でしたね。現金、現金がカードに変わるときちょっと怖かったですよね。本当にね、これでみたいな、なんか大丈夫みたいな、ほんとほんと、なんかキャッシュカードもなんかとても扱いがね、はい、今俺キャッシュカードどこに置いてるかなって一生思ったぐらいで、あ持ち歩かない、キャッシュカード持ち歩かない、あなるほど、下ろさない、現金下ろさないから、そうだ、
あんなに大切にキャッシュカードとか持ってたのに、あ、なるほど、ね、それもなんか全ての銀行とかがあるのがとても優越感だったけど、今キャッシュカード持ってないかも。持ってないやん。じゃカードも郵便局のカード持ってる。あれ多分全国でいろいろ使えるからかな。使えるから、携帯でね、買えたりもね、うん、しますもんね。いや、じゃあナオミ、ね、はい、今もう時間もそろそろ来てるから、はい、じゃあ2週目は、はい、じゃあ今の話、はい、さらにつなげていろんなこと、はい、また探していきましょうか。そうですね、まず前半はカセットとか音楽とかいろいろテレビとかね、はい、それやってて今カードとか、その他にも変わってきたものちょっと話しながらやってみましょうか、ね、はい、じゃあ今週はここまでということで皆さん、はい、また来週行きましょうか。じゃあナオミさん、はい、お願いします。 いますね、はい、この番組はイーグル宝、つながりこそ宝を合言葉に、日本そして世界のうちなんち沖縄を愛する全ての人たちとつながって明るい未来を作ります。この番組はパイたち銀座八丁目店、ココア沖縄、東京の山田くん、宮里工業株式会社、天神技研、ノレンズプロ、チームザヤス、お稲荷庵那覇店、バー疎開の提供でお送りいたしました。明るく楽しく真剣にイーデュー宝の輪、また来週になります。はい、来週ですね。はい、また来週お会いしましょう。バイバイ。